安物双眼鏡好きのサラマニでございます。今回紹介する双眼鏡はこちら、ペンタックスの UP8x21 という双眼鏡ですね。要はね、もうこの前動画しましたタンクロー R のフルマルチバージョンということですね。他はね、本当にね、特にね、大きな差はね、見当たらない感じでした。はい、これね、よいしょと。レンズキャップは例によって自作しています。これもね、かぶせ式のキャップついてきますけど、ね、左右連結してないとね、非常に使い勝手が良くないので。はい。で、これね、こういう感じでこうね、ハーネスにぶら下げて、ね、使わないときは置いていけると。とても便利で。コーティングとか見てきます。はい、こんな感じですね。明らかにね、タンクロー R と違いますよね。はい、接眼はこんな感じ、フルマルチですよね。はい、ちょっとアップデッかな。はい、こんな感じです。ちなみにね、ここね、ペンタックスの文字が消えてリコーイメージングになっていますね。はい。で、表面には、ね、UP8x21 と、フーリーマルチコーテッドね、書いてあります。よいしょと。ちなみに、もちろん、はい、中国製です。はい。よいしょ。で、よいしょと。この前のタンクロー R。で、覗き比べた感じなんですが、ね、光学系にね、そんなにね、私に見る目がないので申し訳ないんですけど、私の目だとあんまりわかんないですね。ってか、ほとんどわかんないですね。この前のね、富士ノンのね、KF6x21H の時は、それでもね、ウルトラビューと比べると、うん、ちょっと色違うような気もするなーって気がしたんですけど、これとだとね、本当にね、違うかなぐらいなんですね。ほとんど差わかんないですね。条件がね、室内から、ね、外の景色を窓から眺める感じで覗いた話をしていますので、条件がね、比較的良い条件ですよね。双眼鏡本体に直射日光が当たらない状態なので。はい。もうちょっと厳しい条件だと、うん、差がちょっと出てくるかもしれないですけど、まあね、基本的にはそこまでね、差はないかな。これレンズ構成がね、こっちの時話してましたっかね、割とシンプルなんですよ。ね、対物が2群1枚かな、接眼が2群3枚だったかな、うん、なのでフルマルチとね、ただのマルチコート、一部だけがマルチコートのコーティングで比較するしても、ね、光の透過率がそこまでは大きくならないんですよね。これが複雑なレンズ構成になる、ペンタックスのパピリオになると話がまた全然変わってくるんですよね。パピリオに関しては、フルマルチのね、2になってから、かなり光学性能が上がったということで評判良いですよね。これに関してはもともとシンプルな構成だったので、そこまで大きな差が出ないのだろうと思います。で、お値段の方ですけど、これね、普通に買うと多分どうでしょう、6000円弱ぐらいかな。時々もっと上がる時もありますよね。まあ、ネット最安値5000円、6000円ぐらいかな、うん。で、こっちのね、タンクロー R の方は、今事実上ね、Amazon 1000倍みたいな感じで、タイムセールで頻繁にね、安くなっているので、この前見た時のタイムセールの価格は3800何十円でした。ということで、お値段2000円ぐらい、2000円の差があるかどうかというと、ちょっと微妙な気はしますよね、やっぱりね。はい。よいしょ、せっかくなので、他の向きも、書いてますかね、こんな感じです。
まあ、位置がずれている、こんなもんかね、こんな感じ。ちょっと R の方がレンズテカっちゃいますね、これだとね。こうか、はい、なので、うん、予算ないならね、タクロ R をねタイムセールで狙うのもいいかもしれないですね。はい、あとね、連動二軸型のね双眼鏡でね、このタンクローは特にそうなんですけど、真ん中がね太めなんですよね、ちょっとね、これね。で、一般的なあのギャッポロの双眼鏡一軸のやつね、軸が一個のやつは真ん中がこう薄くなっているものがほとんどなんですよね、ヒンジがこうある関係でね。なので持った感じがこの好みがね分かれると思います。なのでできたらね、あの普通の普通の逆ポロとこのタンクロー系のねやつの持った感触もどっちがいいかなっていうのもね見た方が良いと思います。で、あとあんまり語ることもないので、小型双眼鏡の持ち方についてちょっと。で、普通にねこれね裸眼で見るときはこう伸ばして、で顔にこう当てる、こうやって覗くって人は多いと思うんですが、こんな感じでね、これは手、これだとねちょっと手ぶれしますよね、やっぱね。なので、よいしょ、こういう感じで両手で包み込むように持って、で、ここの指をね顔に、額のあたりで、親指なんかは、こっちの親指なんかは鼻とか頬のあたりにこうねグッて押し付けるようにするととても安定して持てるのでおすすめです。で、そういう持ち方がしやすいのは全長が短い逆ポロの双眼鏡が、うん、最適だと思います。こうね、バランスよくこれこういう持ち方で持てます。はい、全体的にちょっと後ろ目を持つ感じですかね。はい、ただしこの持ち方だとね、あの女性の場合ね、メイクがね手についちゃう可能性がねちょっと心配ではありますね。ただしね、手だけで持つに比べればねずっと安定して持てるので、うん、しっかりね、あのあと片手で持つ場合なんかもね、持ち方をいろいろ工夫してみるのもありだと思いますよ。はい、他にもね、こうレンズが曇ってどうしようもない時とか、目当てをわざと畳んで、ここのね指をね何本にするか、こうこれでね、ここに額に当てる、こう持つ、ここの距離をねこれで決める、調整するとちょっとね、あのアイカップにねこう密閉されたところで湿度が上がると曇りますから、密閉しないように手でね位置を調整するというのも手です。はい、私もあの冬場はよくやります。で、そういうねことがやりやすいのは全長が短いこのクラスの逆ポロの特徴です、有利な点です。はい、対物 25mm になるとねちょっとねやりづらくなりますね、全体的に大きくなってくるんですからね。はい、とりあえずこんなところでしょうか。タンクローあるの時に結構話してますのでね。はい、じゃ最後にあのハーネスの紹介を、これね、よいしょ、これあの私が自作しているウルトラライトビノハーレスとハーネスと同じような動きをする自作ハーネスになります。小型双眼鏡用にちょっとね細いコードを使っています。よいしょ、ちょっと絡んでますあれ、絡んじゃったよいしょ、あ、こうですね、こうですね、よいしょ。で、これを内側にこう、よいしょ、これをこうして、はい、
こんな感じでこうね吊るしますね。でここの間にこう手を腕を通して肩のとこに引っ掛ける感じ。よいしょ。でここのねこれのテープアジャスターでこうね長さを調整します。あの詳しい作動はねウルトラライトビノハーネスウルトラライトハーネスの動画をね適当に探してみてください。動きとしては同じ動きをします。でハーネスにすると何がいいか、あのねまず重さがストラップはどんなものでもね首一点で支える形になるのでどうしても首疲れます。でもこれねハーネスはねこう両肩をここに通すんですね。なので力がね左右に分散されます。でこれにあとこう固めのゴム紐ね、ショックコードなのでその、ね、伸びがね何とかな力を分重さを分散するのに役立ってくれます。でもう一点これ左右から引っ張るね吊るす感じになるんですがそうするとブラブラしにくくなりますね。ストラップ一般的なストラップ首で支えるってことは一点ですよね。双眼鏡を一点で吊るせばそりゃあまあブラブラしますよね。こうブラーンブラーンと。でこれが2点で吊るすとブラブラしにくくなるわけですね。はい。ということで、うん、とてもねストレスがね減ります。双眼鏡がブラブラしないというだけでこんなにね快適になるんだろうなるというのはね私も使ってみるまでね、うん、なかなか想像できなかったです。はい。で小型双眼鏡にねわざわざハーネス使う必要もないんじゃないかって思うかもしれないんですがそういうこともあって個人的には小型双眼鏡で、ね、左右2箇所こうねストラップを引っ掛けるところがある双眼鏡については極力ねこのハーネスが使えるようにしています。本当ねおすすめです。小型双眼鏡でもおすすめですけどもちろんね重量が重いね32ミリとか42ミリとか50ミリとかね対物レンズ大きな双眼鏡だとさらに効果は絶大ですので、うん、ぜひともねハーネスつけます使いましょうハーネスね。あと最後に一点ねよいしょと同じ逆ポロですが私が一番好きかもしれない健康のウルトラビュー8倍21と比べた場合どうでしょう。デザイン的にはねやっぱりね私ねタンクローよりもねやっぱあっちの方が好きなんですよね。ウルトラビューの方がねタンクローはなんて言うんだろうなちょっとねボーイな感じなんですよね。男の子っぽい感じがする。いくらピンクでもね男の子っぽい感じがするんですね。だからねキュートさがねちょっと足りないそんなこと考えてるのは私ぐらいのもんでしょうかね、はいはい、とても良い双眼鏡だと思います。でね急ぎでなければずっとねアマゾンのねお気に入りに入れといて安くなるね頃合いを見計らって買うのがおすすめです。5000円まで下がったことは多分ないと思いますね。5600円とかそれぐらいまでですかね通常の価格だとね。はい、はい、とても良い双眼鏡だと思いますので、はい、おすすめしたいと思います。ということで今回はペンタックスの UP8x21 についてお送りしてみました。それではごきげんよう。